モデルで、女優の広瀬すずが、今、日本一忙しい16歳と呼ばれることに対して心境を語った。8日、都内で東京 FM スクールオブロック、広瀬すずのガールズロックスの公開収録を実施。イベント後に取材に応じた広瀬は、今、日本一忙しい16歳と言われていますがと話を振られると、そんなにみんなと変わらないと思うとあっけらかんに話しつつも、いろんなことをさせてもらって、いろんな感情になっていたりと、とても充実していますと笑顔を浮かべ、これだけ、たくさんの経験を16歳でさせてもらっているのは、すごく嬉しいし、周りの人に、感謝の気持ちでいっぱい。だからこそ答えたい。いい意味で裏切ることができたらいいなって思いながら日々戦っています。と、さらなる飛躍を誓った。広瀬は、第93回高校サッカー選手権大会で10代目応援マネージャーを務め、ソフトバンク、ゼクシー、JR、スキスキなどの CM でもその美貌が話題。初主演ドラマ、学校の怪談での演技も好評で、各方面から、熱い注目を浴びる？イベントでは、土屋太鳳と松井愛理をゲストに迎え、現役女子高生20人とバレンタインチョコ作りに挑戦。女子高生の中には、広瀬と同じボブヘアの女の子も見られ、広瀬は、さっき、すずちゃんヘアにしましたって言われて、すごく嬉しかったですと、同世代の性の声に感激していた。また、女子高生の恋のお悩みに答える一幕も、どうしたら勇気が出ますか？の相談に、広瀬は、普段は、目を見るのも恥ずかしいと思いますが、バレンタインだからってことで一歩前に踏み出せると思う？大切な人に伝えたいって強く思えば、きっと勇気も出るのかなってとアドバイスし、応援しています。頑張ってください。とエールを送った。今年のバレンタインについては、土屋が、大学のお友達やスタッフさんで120個くらいと報道陣を驚かすと、広瀬も、ドラマのキャスト、スタッフ、マネージャーさん、私もそれくらいになっちゃうと慌てながら、でもバレンタインに恩返しできたら、喜んでくれたら嬉しいですと、チョコ作りに気合10分。しかしながら松井含め、3人とも、本命はいないと話していた。モデルで、女優の広瀬すずが、今、日本一忙しい16歳と呼ばれることに対して心境を語った。8日、都内で東京 FM スクールオブロック、広瀬すずのガールズロックスの公開収録を実施。イベント後に取材に応じた広瀬は、今、日本一忙しい16歳と言われていますがと話を振られると、そんなにみんなと変わらないと思うとあっけらかんに話しつつも、いろんなことをさせてもらって、いろんな感情になっていたりと、とても充実していますと笑顔を浮かべ、これだけ、たくさんの経験を16歳でさせてもらっているのは、すごく嬉しいし、周りの人に、感謝の気持ちでいっぱい。だからこそ答えたい。いい意味で裏切ることができたらいいなって思いながら日々戦っています。と、さらなる飛躍を誓った。広瀬は、第93回高校サッカー選手権大会で10代目応援マネージャーを務め、ソフトバンク、ゼクシー、JR、スキスキなどの CM でもその美貌